最後にブラジル都道府県人会連合会会長山田康夫様、presidente da Federação das Associações de Províncias do Japão no Brasil, Sr. Yasuo Yamada.追悼の辞、1908年6月18日、日本移民718名を乗せた加瀬戸丸がサンタス港に着岸して、今日この日で111年が経ちました。移民当初は過酷な生活で病気など多くの試練が命を失われた方々の胸を思うと、胸に迫るものがあります。ここに先人の方々に対して心折り追悼の意を捧げます。私たちは先人の懸命な努力によりあらゆる分野の中枢で活躍、今日の繁栄を成し遂げることができ、小さなつもり718名が今では200万人と言われるまでになり、大輪を咲かせ信用信頼される日系社会を築き上げるまでになりました。今年、ブラジルにおいて新政権が誕生。日本では平成から令和へと新たな歩みを始めました。この111年目のこの年から先人の思いを引き継ぎながら、毎日にもお誓いし、今まで以上にブラジルの発展、日本との架け橋となるよう進めてまいります。結びに、ご礼の安らかなご冥福をお祈り申し上げますとともに、ご参列の皆様のお幸せを記念いたしまして、慰霊への言葉といたします。2019年、ブラジル日本都道府県人連合会、山田康夫。